プスコフ県の地図検証、プスコフ県は、帝政ロシアの県である。行政中心地は、プスコフであった。1772年に成立し、ソ連成立後の1927年に廃止された。廃止された後は、レニングラード州の一部となった。後に、行政中心地となる都市プスコフは、1510年に、バシリー賛世によって、 モスクワ大公国に併合されるまでプスコフ公国の首都であった。プスコフ県域は1708年にピョートル一世が定政ロシア領を8つの県に区分した際にはインゲルマンランディア県に含まれていた。また同県は1710年にサンクトペテルブルク県に改称した。プロビンツア制が発足すると1719年にサンクトペテルブルク県には カ区分として十一のプロヴィンツィアが制定された。そのうちの一つがプスコフプロヴィンツィアであり、プスコフ、グドフ、イズボルスク、オストルフ、オポーチカ、ホルム、ザボロチエ、プストルジェフ、コブイリスクを行政中心地とする軍がさらにプロヴィンツィアのカ区分として設置された。七百二十七年にサンクトペテルブルグ県からノブゴロド県が分離すると、プスコフプロヴィンツィアは ノブゴロド県の管轄となった。1772年、第一次ポーランド分割によって、帝政ロシア領が拡大すると、ノブゴロド県内のプスコフプロビンツィア並びに、ベリーキールーキプロビンツィアに、新たに獲得、新設したドビナプロビンツィア、ポロツクプロビンツィアを加えた、プスコフ県が発足した。また、同年末には、当初は、 モギルフ県に区分されていたビテプスクプロビンチヤが編入された。なお、発足当時の県とは、オポーチカに置かれていた。1776年の第二次ポーランド分割の後、プスコフ県南部は、ポロツク県として分離し、ノブゴロド県からポルホフ郡、グドフ郡が編入された。また、行政区改編の際にプスコフが県ととなった。1777年、 エカテリーナ2世の行政改革により、地方のグベールニアがナメストニチェストボに解消されたため、名称がプスコフナメストニチェストボとなり、その改革分は従軍に整理された。その後1781年にグドフ軍、ルーガ軍がサンクトペテルブルク県に編入され、その翌年にはペチョールイ軍が分離、新設された。1796年、 ナメストにチェスト母性が廃止され、再びプスコフ県が設置された。この改変の際に、ペチョールイ軍、ノボルジェフ軍、ホルム軍が廃止、統合されるが、1802年にノボルジェフ軍、ホルム軍は再設置された。最終的にプスコフ県は8軍となり、帝政ロシア崩壊まで変更はなかった。 1917年の10月革命の後、バルト3国が独立したことで、1920年にプスコフ県の西部はエストニア、ラトビア領となった。1924年にビテプスク県からベリジ軍、ネベリ軍、セベジ軍が編入した。この改変後のプスコフ県の面積は5万1716、軽平方メートルであり、1926年時点で、 人口は1788,418人となっていた。なお、1918年4月に、プスコフ県は他の7県とともに北部州共産自治体連合の行政改革分となったが、この行政単位は1919 19年には廃止されている。1927年、レニングラード州に統合される形で、プスコフ県は廃止された。 100, 税 ,18.12,1708, 税税税 ,300,1708 から1914。2、2税 ,2002,1、税2002 ,4, 1907から 1909, 井桁定吉編。根菜スロア辞典三成堂。二千九年、p 8 7 w e e k 千八百九十七税ウィ e k 税 井ン田タ義編、根菜スロア辞典賛成堂、2009年、P368。ありがとうございます。